かわいいね。かわいいね、カマキリの赤ちゃん。結構動くんだね。うん。コップもさ、登ってきちゃうんだよって、すごくない？うん。餌探してるんかな、もう。餌？じゃあちょっと餌見てみる。餌？餌でもさ、カマキリって動いてるのしか食べないんでしょ。うん、そうだよ。なんかこんなちっちゃいとダニとかそういうの食べてんのかね、外。動いてるのしかね、見えないんだよ。うん、見えないんか。前ね、あのね、うん、あの、YouTube でね、うん、動かして、あ、うん、げたよね、前ね。あげたやつ。ちょっと後で見てみる。うん、後で。あれでかかったよね。あれでかかったよね。なんか、うん、なんかカマ太郎みたいで可愛かったね。可愛かったね。カマ太郎っていうね、うん、動画あったんだよね。YouTube チャンネルはね。うん。いやー、カマ太郎はちょっと可哀想だったね。可哀想だったけどね、ちょっとね。死んじゃったんだっけ最後。最後死んじゃってたような気がしたけど、わかんない。じゃあ長生きしてほしいね。なんででもみんなさ、うん、太郎ってつけるんだね。そうだね、ウルトラマン太郎とかね。うん。ダースベイ太郎とかね。そんないないよ。それさ、ウルトラマンセブンじゃなくてウルトラセブンだからね、うん、そうだ、コメントで言われちゃったね、そうやってね。音は全然知らないからね、ウルトラマン。ちょっかい出してる、ちょっと。これ、ともぐいしちゃうんかな。はい。じゃあ、バイバーイ。あ、最後にダース・ベイダー紹介してあげよう。え、ダース・ベイダー？はい、ダース・ベイダーです。あ、最近ね、スター・ウォーズにハマってるんです。ハマってるからね。うん、かっこいいですね。かっこいいですね。あっちね、悪役が好きでこんな好きなんです、うん、そうだ、トイストーリーもロッツは好きだもんね。うん、あとね、これ好き、うん、あ、これね、うん、なんか、あ、白いやつ、白いやつ、なんていうんだっけ。あっちね、うん、一回もスターウォーズ見たことないんです。そっか、ちょっと見てみようか、うん、ネットフリックスに。あ、うん、トモグ行っちゃったら、かわいそう、かわいそう、かわいそう。よし、じゃあ逃がそう。はい、じゃあ、バイバーイ。